それでは定刻になりましたので、これから、野党に聞くシリーズ、今日は4回目ということになります。共産党の志位委員長に、来ていただきました。で、志位委員長、個人でこの記者会見、日本記者クラブ、今回が職局長時代含めて10回目ということでございます。前回が2015年の10月、ちょうど国民連合政府、これを提案した時以来ということになります。今日の流れですけれども、まず志位さんに30分程度お話をいただいた後、私の方から李さんも大津紙の質問をさせていただいて、その後会場からの質問を受け付けたいと思います。それでは志位さん、よろしくお願いいたします。志位和夫でございます。今日はお招きいただきまして誠にありがとうございます。参議院選挙にどう臨むかについての、基本的な立場をお話しさせていただきたいと思います。安倍政権が6年半続きまして、国民の皆さんの中に不信と批判が広がっていると思います。で、私どもとしては今度の参議院選挙を安倍政治さよならの選挙にしていきたい、そして希望ある新しい政治を作る選挙にしていきたいと決意しております。で、どう戦うかと、先日私ども、第6回中央委員会総会開きまして、政治論戦の上で2つの点に力点を置いて選挙を戦おうということを確認いたしました。で、まず第一はですね、批判とともに希望を語ろうということを今度重視していこうということを確認したところでございます。で、今安倍政治に対する国民の中の不信あるいは批判、非常に深く広がっていると思います。同時にですね、それではどうしたらいいかというこの展望、希望が見えないという状況も国民の中に後半にあろうかと思います。閉塞感が国民の中にあるのではないかと思います。そうしたもとですね、批判も大事ですが希望を語ることを合わせてやっていかないと気持ちに響かないと。で、もちろん批判も重要だと思っております。で、安倍政治に対する本質をつく批判は大いにやっていきたい。ただ批判やる場合もですね、安倍政権だから悪いって言った式の、結論先にありき式だと、これはなかなか伝わらないと思います。やはりどこが問題かをですね、事実と論理に基づいて明らかにしていく丁寧で冷静な批判が必要かと思っております。そういうものを心がけていきたい。例えばですね、憲法の問題あります。で、憲法9条改定が今度の選挙の大争点になることは、これは言うまでもありません。で、自民党の側はですね、公約に、憲法改正の早期実現ということを掲げているわけですから、これが大争点になってくると思うんですが、それじゃあこの、憲法をめぐる世論の動向どうかということを考えますと、安倍政権の下での改憲に賛成ですか反対ですかと、こういう設問ですとね、大体どの世論調査でも 5割から6割は反対と、反対多数という数字が出てきます。ただ同時に安倍首相の唱えている改憲案はどうですかと、つまり9条1項2項はそのままにして自衛隊を加えるというやり方はどうですかと、これこの設問になりますと、大体そのどの世論調査でも賛否拮抗しております。ちょっと迷っている状況が国民の中にもあります。で、この改憲案については首相の側はですね、あるものを書くだけで何も変わりませんという調子の説明をするわけですね。ですから、じゃあ一体安倍首相の9条改憲案のどこが問題かということをですね、丁寧に話さないといけない。私たちはその問題ではですね、自民党が取りまとめた9条改憲の条文案、これに語らせるっていうのが一番だろうと思っておりまして、この条文案を見ますと、9条2項の後にですね、前条の規定は自衛の措置を取ることを妨げないとして、自衛隊を明記するものとなっています。前条の規定は妨げないということになりますと、9条2項の制約が自衛隊に及ばなくなる、
2個が残っても立ち枯れになり四分化されてしまうという問題が出てきます。結局2個の制約が完全に無効化されて海外での無制限の武力の行使が可能になると、こういう筋道をですね一個一個丁寧に話しながら救助の問題も大いに議論していきたい。批判は、ファクトとロジック、事実と論理に基づく冷静で丁寧な批判が必要だということでやっていきたい。同時にですね安倍政治にさよならした後で一体どういう日本を作るのか、日本共産党としての対案希望、これを大いに語る選挙にしていきたいと思っております。で、国民の皆さんの心に響く分かりやすい言葉で明日への希望を語る選挙にしていきたいと。いくつかの新しい政策努力をこの間やってまいりまして、今日はちょっといくつかの文書をお配りしていただいたので若干それにも触れながら、説明させていただきたいと思います。で、一つはですね、この消費税増税の中止、暮らしに希望を3つの提案というものでございます。皆さんの、お配りされていると思います。で、これは消費税 10% の中止とセットで暮らしに関わる3つの緊急提案を出しました。で、貫いている考え方は家計を応援し貧困と格差を正し、国民が希望を持てるそういう政治に切り替えようということでありますが、3つの柱からなっています。第1の柱は2ページ目ですが、8時間働けば普通に暮らせる社会を作ろうと。で、特に最低賃金、これ全区どこでも1000円に引き上げ1500円を目指し、全区一律の最賃制度を作る。それから残業代ゼロ制度を廃止し、残業の上限を規制し過労死をなくしていく。あるいは保育や介護に働く労働者の給与を、月5万円賃上げしていくと、等々の緊急要求を提起をしております。第2の柱は暮らしを支える社会保障で、この中に公費1兆円の投入で国民健康保険料を抜本的に引き下げる、さらに子どもの医療費を国の制度として無料にする、それから年金の問題もここで位置づけております。いわゆる、マクロ経済スライド、これをなくして減らない年金にする、それから低年金者の一律底上げを行うと、等々の要求もここで整理をしております。年金の問題、今、金融庁の報告書が大問題になっておりまして、あれを撤回せよだの、それから受け取らないだのいう議論になっておりますが、いくら受け取らないことにしたとしてもですね、これはご夫婦で、5万5000円、生活費が足らないと、それで2000万円足らないと、マクロ経済スライドを発動した場合にはさらに1600万足らなくなると、この事実は変わらないわけですよね。ですからいくら撤回しようと、報告書をなき者にしようと、都合の悪いものは土の中に埋めてしまおうと、粉飾工事みたいな話でありまして、でいくらそういうことをやったとしても事実に変わりがないわけでありまして、やはり年金をどうするか問われてまいります。私たち緊急要求としてマクロ経済スライドの廃止と低年金の一律底上げということをこの中でも提起をしております。それから3つ目の柱として、お金の心配なく学び子育てができる社会、特に学費の、高すぎる、でこれを今すぐ半額にして段階的に無償化する問題、それから奨学金については月額3万円70万人の学生に返済不要の給付型奨学金を作る、あるいはこの学校給食の無償化をはじめ義務教育の完全無償化という問題も提起をしております。それから幼児教育保育の無償化はこれ必要ですが消費税に頼らず実施する、で何よりも大事なのは認可保育所を30万人分増設して待機児童の解消と、等々の3つの内容をパッケージでまとめ上げました。でそれをやり遂げる上での財源はその次にありますが 7.5 兆円と、これ消費税に頼らない方法で確保するということで7ページに
その財源確保の概要、特に大企業優遇税制を是正し中小企業並みの負担を求める、これで4兆円、富裕層優遇税制の是正 3.1 兆円、米軍への思いやり予算などの廃止で 0.4 兆円で 7.5 兆円、これをやっていこうという消費税に頼らない財源提案も出しました。で、抜本的な提案であるともにですね、現実的な提案になるように心がけたつもりです。今これをですね、ともかく国民の皆さんの中に大きく広げ、そしてこれを実現する運動を、起こしながら、この選挙を本当に希望の持てる暮らしを作る選挙にしていこうということを政策の前面に掲げて今やっているところです。からもう一つご紹介したいのは、これもお配りしてありますが、個人の尊厳とジェンダー平等のためにという提言も出しました。で、これは今度の選挙は各党に候補者を男女同数にすることを努力義務として課した、政治分野における男女共同参画法が施行後初めての国政選挙になります。ですからジェンダー平等に対する各党の姿勢が非常に厳しく問われる選挙になろうかと思います。で、この点で私たちとても、心強く思っておりますし、これ大事な動きだと思っているのは、やはり性暴力やハラスメントに対してですね、勇気を振り絞って告発する人々がこの間続いています。そしてそういう方々をね、決して孤立させてはならないと、みんなで連帯していこうという運動がですね、 Me Too あるいは With You ということを合言葉に起こっている。これ非常に私は日本社会にとっての大きな希望だと思っております。で、そういう運動にも大いに学び寄り添いながら、私どもこういう政策提言をまとめました。ここにありますように、ジェンダー平等社会の推進、それから、性暴力や DV、 女性に対する暴力を一切許さない、それからハラスメントの根絶、LGBT 訴訟に関する差別をなくす、それから国籍や民族の多様性を認め合い共生する社会という5つの柱に政策提言をまとめましたけれども、一言で言えば、あらゆる差別を日本からなくし、誰もが尊厳を持って自分らしく生きられる社会をみんなで作ろうというのが私どもの呼びかけであります。で、このジェンダーの問題、女性差別の問題、男女両性の平等の問題というのは、我が党としてはこれまでも重視してきた問題です。一つご紹介しますと、4月に行われた統一地方選挙での道府県議、政令市議の当選者のうち、両方とも 52% は共産党の場合女性です。ですから、この政治分野においてもですね、このパリティをですね、一番先駆的にやってきたという自負はありますが、なお努力が必要だろうと思います。で、私たちとしてこの問題、これまでも、党を作って97年になりますが、結党以来重視してきた問題でありますが、選挙戦を戦う柱にね、このジェンダーの問題、個人の尊厳の問題、これをズバリ掲げて選挙戦を戦うのは今度が初めてということになりますが、私どもなどもですね、演説会などでお訴えしておりましても、若い方の足が止まり、関心を持って聞いていただけるというテーマの一つであろうかと思います。これ私どものこの2つの提言、新しい努力でありますけれども、希望を語っていこうということで、私自身もですね、これまでの街頭演説あるいは屋内の演説会などの訴え方も、だいぶ自分なりに今は努力の途上ですが、自己改革をやっているつもりであります。どちらかというと、これまではですね、批判の部分が7で、で提案の部分が3ぐらいだったんですけど、それを逆転させまして、批判3で提案部分が7というぐらいの形で、街頭演説の時間、短い時間ですけども、それも配分してですね、今お話したような3つの提案、暮らしに希望3つの提案、あるいは、ジェンダーの問題等々もですね、大いに全面的に訴えていく
努力をしているところです。やっぱり街頭演説で訴えておりましても、国内演説もそうですけども、こうやって日本を変えていこうと、こういう変える道がありますよという希望の部分を訴えるときに、聴衆の皆さんの顔が明るくなってね、で演説会の雰囲気もあったかいものになるのをこの間感じておりまして、それから若い人が足を止めるのは大体こういう部分で足を止めて聞いていただけるということが、この間訴えてきた実感でもあります。ぜひ今度の選挙ですね、多くの国民の皆さんに希望を語り、国民とともに希望を実現していく選挙にしていきたいと考えております。第二の私ども努力している力点でありますが、共産党そのものの、まあ、自分で言うのもなんですが、魅力ですね、魅力を大いに語って、で積極的な党支持者を増やす努力をしていこうということを6中層で確認いたしました。で実は2017年の総選挙を戦いまして、で2017年の総選挙というのは野党共闘に対するなかなか難しい流れが急に起こって、それをこう打ち破りながら共闘をなんとか維持し発展させるという努力を相当力を入れて私どもとしてやりました。でそれはそれなりに成果を上げたんですけども、我が党としては残念ながら後退するというのが17年の総選挙でありました。そこから教訓を引き出したのが17年の12月にやった私どもの三中層でありまして、野党共闘を前進させながらいかにして共産党の躍進を勝ち取るかと、この両者をいかに統一的に前進させるかということを随分突っ込んで研究し検討もし方策も出しました。で端的に言いますと、私どもの努力方向としてですね、もちろん他に入れるところがないから共産党という支持の方ももちろん大歓迎です。しかしそういう方々にとどまらずに、共産党が好きだから支持すると、まあいわば積極的投資者ですね、共産党が好きだから入れると、他に入れるところがないから共産党っていうだけじゃなくて、共産党だから入れるという積極的な投資者を増やすという努力が党として必要だということを確認したところです。やっぱり共産党のいいこと言ってるけれども、ちょっとといういろんなまだこう抵抗感も国民の皆さんの中にあろうかと思います。やっぱりそういう抵抗感や疑問やなどに一つ一つかみ合いながら党自身の、いいところをね、大いに知ってもらう努力をやろうじゃないかということを大きな柱で決めました。そのためにはですね、党の政策への支持と共感を広げる努力とともに、我が党の綱領あるいは理念歴史の全体を伝えていく努力が大事だろうというふうに考えております。今日ちょっと私ども今配布しているビラで恐縮なんですが、こういうものを配布しておりまして、これはまさにそういう意図で作ったもので、片面は暮らしに希望3つのプランです。これおにぎりビラって呼んでるんですが、このさっきお話しした3つの希望の中身をちょっと一目で分かるようにこういう形で表現しております。片面は暮らしに希望3つのプランで、裏の面はですね、JCP カフェ知ってほしい共産党のこと、とこうありまして、ここにありますようにまず理想を込めたネーミングと、でなぜ共産党という名前を使うかと、で問題の大元にズバリ、これはアメリカ財界という2つの歪みを正していこうと、からブレない老舗の信頼力ということで、これは97年の歴史と、困ってる人はほっとけないと、これは草の根の組織を持ってますという話です。それから一党でなく共闘の力で、これは我が党共闘で世の中を良くしていくというのは我が党の綱領の立場だと、それから性差別を許さないと戦前からと、これはもう一貫したジェンダー平等の立場ですと、から原発事故を5年前に国会で継承、あるいは禁止条約国連会議で演説と、まあ、こういう先駆的な活動もいろいろやってきましたという、まあ、全体の姿を知っていただくという一環ですけども、こんなことも今やっておりまして、今はこの希望を語るが片面で、もう一面は共産党の魅力を伝えるというのはもう片面で、今は努力をして今これをだいたい3500万枚
今印刷しまして全国にお届けするという取り組みをやっているところであります。それからもう一つ、これはちょっと性格が違うんですけども、皆さんのところにお配りした天皇の制度と日本共産党の立場ということで、これ赤旗のインタビューに答える形でかなりまとまった我が党の立場を出しました。これ出した理由はですね、2つありまして、この間天皇の代替わりがあり、新元号が作られ新天皇が即位すると。でそういう中で我が党も一連の対応をやってきました。で一連の対応についてもっとよく知りたいと、で共産党の真意を聞きたいという声が一方で寄せられました。で他方ですね、やはりこういう代替わりをめぐって天皇とその制度をですね、過度に礼賛したり祝意をですね国民に強制するという動きが起こってきております。それから天皇の制度を政治利用して、憲法改定につなげていこうという、これは絶対に認められない動きも起こってきています。ですからそういう状況の中で日本国憲法と日本共産党の綱領とこの2つの文書をですね軸にしながら天皇の制度に対する私たちの態度を全面的に述べたのがこのインタビュー形式ですけども、常任幹部会として内容としては決定確認もしてですね、決定もして党の態度表明としてこういうものを出しました。でちょっと長いもので恐縮ですが、もしよろしければお見いただけたらと思うんですが、綱領の立場をかなり突っ込んで解明しております。同時に天皇の制度に関わって今一番大事なのは国政に関する権能を有しないと、憲法第4条ですねをはじめとして憲法の条項と精神を厳格に守り逸脱を是正すると、憲法を守るというところにこの問題の一番の焦点があるということをですね軸にしながら天皇の政治利用の問題、儀式の問題、元号の問題、皇室典範の改正の問題等々に対する我が党の、立場の表明を行いました。でこの全体を通じて私たちが一番強調したかった点はですね、日本国憲法の下で天皇の制度との関係でも当たり前のことですが、国の主人公は国民であり主権者は国民だと、でこの基本中の基本をね絶対に今揺るがせにしないで貫くことが大事だってことをね、がこの発表文で一番言いたかったことです。そして日本共産党について言えばですね、戦前戦後将来にわたって国民が主人公、国民主権という立場を政治信条として貫いている党だということもこの中では述べております。まあ、これもこれは長いものですので演説会などでこの内容をね今語るっていうのはなかなか難しいですが、やっぱりこの問題、共産党と天皇の制度というのはやはり一ついろいろと関心も持たれているテーマですし、それから戦前について言えば天皇制打倒をね掲げて戦った、これは私は戦前の状況においては平和を求める上でもね、人権や民主主義を求める上でも天皇制を倒すことはどうしても必要だったわけで、やはり我が党にとって誇りであります。しかし戦後制度が変わるもとでどういう対応をやっているのか、そういう問題に全面的に回答を示す必要があると思いまして、こういうものも出しております。こういうものもですね今の状況を前向きに打開していく上で、そして日本共産党に対する支持を広げていく上でも重要な意味を持つのではないかと思っております。最後に市民と野党の共闘について若干今の状況を報告しますと、5月30日に野党党首会談を行いまして、現在までに32の1人区のすべてで野党統一候補が合意されました。で今日残るところも諸局長幹事長の会談で合意の予定ということですので、今日全部決着がつくと思います。でこの一本化にあたってですね、私どもとしてはお互いに譲るべきは譲って一方的対話を求めないということが大事だということをこの間
主張もし、そういう立場で交渉してきましたけれども、そういうお互い相互主義の立場で、譲り合ってやっていこうということで、最終的に一本化の合意が決着を見たということは大変大きな前進だと考えております。日本共産党について言いますと、共産党擁立候補 ではですね、福井、鳥取、島根、そして高知、徳島、参選挙区5県で共産党で一本化するという状況になりました。で、前回は香川一県でしたから、こういう点でも前進がしたとても大事な合意ができたと思っております。そして市民連合の皆さんと同じ日に共通政策の合意を行いまして、この共通政策の中身もですね、3年前に比べて随分前進したなと。特に憲法、消費税、沖縄、原発、こういう国政の根幹の問題で、共通の旗印が立ちました。3年前にはなかなか立たなかった部分でも立ちました。大きな前進だというふうに言えると思います。そして党首会談においてはですね、一人区の各選挙区において勝利のために最大限の協力を行うと、これ合意なんです。ですからこの合意をですね、文字通り誠実に実践して、全部の一人区において勝つために全力を挙げたいというところで、今各県の取り組みが進んでいるところです。大変明るい空気がずっと広がって、全区でもう各党揃ってのいろいろな調印式あるいは演説会、これもどんどん始まっております。今日は野党合同の街頭演説会も出局長、幹事長が一緒に行う、そういうことも計画されておりますが、これ本当に野党が力を合わせて政治変えようという機運を急速に、ね、広げていきたいと思います。我が党としてはですね、2015年、9月19日に安保制戦争法が強行されたその日に国民連合政府を呼びかけまして、そして野党共闘によって政治を変えようという道に踏み出しました。それからだいたい4年近く経ちます。で、振り返りますと困難もあり曲折もあったと思いますけども、やはり日本の政治を変える道はこれしかないと、この共闘の道しかないというふうに思っております。で、私自身も取り組んでですね、共闘を通じてたくさんの新しい友人、新しい絆、これを作ってきたというふうに思いますし、我が党に対する見方もね、随分変わったと考えております。ですからこれはもう成功するまでね、私たちとしてはとことんやると、とことん共闘は追求して必ず成功させたいと考えております。同時に日本共産党の躍進をね、合わせて勝ち取るってことはどうしても必要です。で、やはり市民と野党の共闘に一貫して取り組んできた共産党を伸ばしてこそ、共闘の力強い未来にわたっての発展があるということも訴えているところです。それからどんな切実な願いを実現する場合でも、結局財界中心、アメリカ言いなりというね、2つの政治の歪みにぶつかってくる。で、例えばこの暮らしに希望3つの提案の個々の中身は党派の違いを超えた共通の願いだと思うんですが、これ実行しようと思いますと財源問題にぶつかります。で、やはり消費税に頼らない別の道、これしかないと。ただこれやろうと思ったら財界に物が言える立場を持った党が必要だと。やはり共産党が伸びてこそこの実現の道が開かれるということを暮らしの問題でも大いに訴えたい。平和の問題でもですね、例えば辺野古新基地ストップ、普天間の返還、日米地位協定、このいう所定についてはもう野党共通の要求になっています。ですからこの立場で日本政府が米国政府としっかり交渉してね、合意を勝ち取るべく努力せよというのは我々の立場でありますが、ただこの場合ですね、アメリカがノーと言ったらどうするかって問題が最後あるわけですよ。その時は私はね、日本国民は伝家の宝刀を抜けばいいと、つまり日米安保条約を廃棄すればいいと。で、これは合意は必要ないと、第10条に基づく通告で1年後には条約がなくなります。ですから平和の問題でもですね、アメリカ言いなりの政治の根幹にある日米安保体制、これにメスを入れる党が伸びてこそね、それを実現する道が開けるということも合わせて訴えながら党の躍進を訴えていきたいと思っております。ちょうど30分になりましたので、だいたいこんなところで、あとはご質問にお答えいたします。はい。
はい、ありがとうございました。はい、申し遅れました。司会を務めてますのは、日本記者クラブ企画委員 NHK の伊藤でございます。でここからはですね、質疑ということで、まず私の方から、大まかな質問何問かさせていただいた後、会場の皆さんからの質問を受け付けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず資産に伺いたいんですけれども、先ほど触れられましたけれども、年金の2000万円の赤字のこの問題ですね、これを終盤国会そして参議院選挙でどう取り上げて、これはどのような争点になっていくというふうにご覧になってますか。うん、これは大きな争点、国政上の大きな争点になってます。でこれは金融庁 の、 報告書というのは、あそこで出ている、ご夫婦で、収入と支出の差額が、5万5000円になると、あの計算というのはもともとは厚生労働省がやった計算で、そしてもうすでに何度も出されている計算でありまして、で平均値を取るとああいう数字になるという、これはね、家計調査から作ったものですから、動かしようのない数字なんですね。だから5万5000円平均で差額が生まれると、ですから単純計算でいけば、30年間で、2000万円になるというのは、これはね、動かしようのない事実なんですよ。それに加えて先ほど言ったようにマクロ経済サイドをやった場合は、今の政府の財政計算で当てはめて計算しますと1600万円さらに年金 の、 給付が下がるわけですから、合わせますと3600万円不足分が生まれてくるというのがね、これは事実の問題で、これ報告書を受け取ろうと受け取る前と、あるいはそれを撤回 しようとしまいと、事実の問題としてこう突きつけられてるわけですよ。つまり100年安心と言ってきたけれども、老後の安心は保証できませんよということがね、事実として出てるわけですから、やっぱりそれをですね、隠蔽すると、報告書を撤回せよと言ってみたり、受け取らないと言ってみてね、都合の悪いことは隠蔽すると、これはね、本当にまずね、政治の姿勢として大問題だと、これ自体が大問題だと思います。で同時にやはり100年安心と言ってきた結果としてこういう事態が引き起こされているわけですから、一体どうするのかと、この貧しい年金どうするのかということが根本から問われてくると思います。私たちとしてはまずはですね、先ほど言ったようにマクロ経済スライド、年金の自動削減の仕組みはやめて、減らない年金にする、そして低年金部分は一律年6万円の底上げをするということをこの中でも提案しておりますが、まずここから始めて、緊急策としてはここから始めて、さらには公費も入れて最低保障年金を作っていくという案を持っておりますが、まずは今言った2つの点を始めていこうという対案を示してね、大いに議論していきたいと思います。はい、次にですね、選挙に向けてのことなんですが、ちょっと引いた話を伺いたいと思うんですけれども、この間安倍政権、安倍一強という状態が続いているわけですけれども、共産党から見てなぜこれを許してきたのか、あるいは逆に言いますと、なぜこの6年間国政選挙で5連勝という形で国民は、安倍政権の維持を認めてきているのか、これをどうまず分析されますか。これはいろんな角度から見えると思うけど、野党自身について言うと、やっぱりこう野党として、こう安倍政治に代わる旗を、ね、どれだけ力強く、打ち立てで本気の共闘ができてきたのかということが問われてくると思います。で野党としていろんな努力はやってきたと思っておりまして、3年前の参議院選挙では32の1インクで全部で一本化して11で勝ったんですよ。でこれはやっぱり相手にとっては一つの、こう衝撃的な数字だったと思います。で安倍首相が激戦区とした選挙区 の多くで野党が勝つという状況を3年前は作れたんですね。でただそれに続く総選挙で民進党の希望の党への合流って問題が起こりまして、で共闘の流れがにとって非常に難しい問題が直前に起こったということがありました。で私たちそういうもとでこれ大変な問題が起こったなというふうに感じましたけども、しかしその中でもですね、
共闘の意思のある政党や政治家の皆さんとは協力するという旗をいち早く立てまして、そういう中でですね、立憲民主党も出てくるという中で、3党で立憲民主、社民、そして共産、3党で共闘をやりながら選挙を戦ったという状況がありましたけど、そういう非常に難しい問題が起こってきた。ですからやっぱりいわゆる安倍政治を変えていくと上では鍵を握っているのは何といっても野党でありまして、野党がね、本気の共闘がね、できれば私は情勢必ず変わると。で、16年はその第一歩を刻んだと。17年の総選挙はかなり複雑な中で守って次の目を残したと。で、今度の参議院選挙、ともかく野党統一候補が全部で決まったわけですから、やっぱり全部で勝つというつもりでね、戦いやることだと思いますね。野党次第だと考えております。はい。そして参議院選挙に向けてですけれども、実は今回、共産党の勢力を考えると、改選の議席かなりハードルが高いようにも見えます。で、これに考えまして野党の一本化という流れと、そして党勢の拡大、これを両方実現させるとおっしゃいますけれども、かなりですね、この改選の勢力を守るのもですね、厳しいんじゃないかと思いますけれども、どういう展望を描いてるらっしゃるんですか。この間の全体流れの中で改選の議席を確保すること自体容易じゃないということは六中層でもリアルに見てね、で力を尽くそうと。ただチャンスはあると、チャンスは大いにあると。で、やはり自民党の政治あらゆる面で行き詰まっていると思います。安倍政治行き詰まっていると思う。消費税の問題しかり、あるいは沖縄の問題しかり、原発の問題しかりです。ですからやっぱりこの我が党が先ほどお話したような、こう希望を大いに語ってね、そして党の魅力も大いに語る、そういう戦いをやる中で勝機をつかみたい。で、党としてはですね、比例で850万で7人以上の当選を目指します。それから選挙区は、改選が3つあるんですね。東京と京都と大阪、これは必ず守ってさらに増やすということで、比例選挙区ともに増やすことを目指して躍進を期して頑張りたいと今やっているところです。はい。私からの質問は以上とさせていただきます。これから会場からの質問を受け付けたいと思います。所属、個人フリーの方はそれを、と氏名を、明らかにした上でご質問いただければと思います。質問のある方どうぞ挙手お願いします。元朝日新聞の早野徹です。ちょっとフラフラしちゃって質問がうまくできないかもしれませんが、天皇制の問題、これはこの間の共産党は、衆参両院議員本会議でなんか賛成しましたよね。祝意に、賛成したんでしたっけ。全会一致というようなことでテレビで見させていただきましたけれどもね、私はね、志位さんの共産党も変わっていかなくちゃいけないという気持ちもわからないではないが、戦前、小林多喜次以来ですね、いろんな人が天皇制といわば戦って、死んでいった、そして、歴史を切り開いてきた、そして戦後共産党の一つの国民の中に地位を占めていったというようなことを考えますとね、あんなに安直に賛成していいのかな、ね、赤旗も読んではおりますけれどもですが、なんかすごくこの辺りが、共産党は共産党でなくなっちゃったのか、せめてその天皇制という、私も天皇、今の天皇嫌いでもないですけど、好きですけど結構ね、だけどもそこのその歴史への責任、共産党がここまで、築いてきたもの、それがなんだかあっさりなんか賛成っていうのでは腑に落ちない。このあたりの共産党の根本的な
明治以来、天皇制に代表される権力支配と戦ってきたことに対する今日あの C さんの思いを聞かせてください。早野さん の質問の、意図するところは意味はよくわかりますが、端的に言いますと戦前と戦後の体制が根本的に違うということなんですね。で戦前は天皇が、統治権あらゆる統治権を握り、そして天皇の大権という形で軍の総帥統帥も統帥権も握ると、で国家権力の頂点に君臨 していた、まあ、天皇絶対の専制政治ですよ戦前は。ですから侵略戦争も天皇の名で行われたわけですから、平和を求めようとすれば、あるいは人権や民主主義を求めようとすれば天皇制を倒すしかなかった。ですから私たちは戦前においてはね、そういう体制の下では天皇制打倒、そして、国民主権、この旗を掲げて先輩たちが戦ったことは我々の誇りですしね、本当に日本の国民全体にとっても意味のある戦いだったと考えております。これはまあ全く違いはありません。ただ戦後の体制というのは憲法によって天皇の地位が根本的に変わったわけですね。でそこを実は2004年の綱領での改定の際にかなり突っ込んで分析もし、今度の、インタビューではさらに踏み込んで書いてありますが、天皇について書いてある条項というのは憲法の1条から8条ですよね。でこの全条項がですね、まあ、端的に言えば主権者は国民だと、でその主権者である国民のコントロールのもとに天皇とその制度を置くというものになっているわけですよ。でその一番象徴的な条文というのは第1条にが自身がそうだと思います。第1条というのは天皇の地位を、規定したものともっぱら読まれがちなんですが、実は国民主権を謳っているわけですね。そして天皇の地位の根拠は主権の存する国民の総意に基づくと書いてある。ですからまさに戦前ですね、アマタラス大御神の進捗のによって天皇制が説明されたんだけど、戦後は主権者である国民が総意に基づくものだと。それで、はいはい、それでその上で国政に関する権能を有しないというのは4条ですよね。ですからね、私は私たちの綱領の改定の際にですね、この条項ですね、天皇要するに政府憲法によるこの制限条項をしっかり厳守する限りですね、戦前のような社会進歩の障害になり得ないと。天皇とその制度が戦前はもう天皇の制度を倒さなかったら社会の進歩はなかったです。しかし戦後はですね、そういう制約のもとに置かれているわけだから、制約の条項をきちんと守る限りですね、戦前のような障害にならないと、この制度はということを2004年の綱領では確認し、だから今天皇の制度を持って一番大事なのはやっぱり憲法を遵守させることだと。特に4条の規定、制約条項を遵守させる、あるいは天皇の政治量をさせない、それを厳格にね守らせることが中心なんだということを確認したんです。じゃあ天皇のこの制度そのものについての考え方はどうかということについては、将来の問題としてね、我々はやはり人間の平等あるいは民主主義との関係でそれを両立しない制度としてですね、この民主共和制を目指すという立場を取ると、立場に立つということは明記しております。ただ憲法上の制度ですから、その損敗は将来情勢が熟したときに国民の総意によって解決されるべきだと、国民の総意に委ねるということを綱領で書いたんです。ですからそういう立場に立ちますとね、かなり長期にわたってこの制度と共存していくことになるわけですよ。そして憲法の全条文を天皇条項も含めて守るってことが綱領に書いてあるわけです。で、そうである以上ね、国家上の、まあ、憲法上の制度ですから、天皇の制度は。ですから憲法上の制度であるね、天皇の制度に対して、まあ、即位あるいは刑事長事などの際に
儀礼的な敬意を払うことは私たちは当然だと考えてああいう対応をやりました。ただですよ、ただ同時に過度に天皇を礼賛したりあるいは祝意を強制したりそういうことは反対だという立場で国会でも対応してきました。ですからそういう内容になっている場合には賛成しないと欠席するしたケースもあるんです。ですから私たちの態度は儀礼的な敬意は払う、憲法上の制度ですから、同時に過度な礼賛や祝意の強制は反対だという両面で対応してきたと。儀礼的だけど本心じゃないってこういうことでいいですか？そうじゃないと自民党と同じですよ今。まあこれは祝意ですから儀礼的な祝意ってことです。はい、はい、それは取り返してください。その他ご質問ある方どうぞ。個人会員の森と申します。先ほど安全保障の問題語られませんでしたが、C さん見るところ今軍拡を進めてですね海洋進出を積極的にやっている中国や核を放棄しようとしない北朝鮮は、これは別段緊張を高めている勢力ではないんでしょうか？どう見ておられるのかその辺を教えてください。北朝鮮の核開発については私たちは一貫して彼らの、行動に強く批判してきました。核開発の放棄を求めています。そしてただこの問題については去年、米朝首脳会談が行われ南北首脳会談も行われて対話による解決という流れが起こってます。で、なかなかジグザグもあって簡単にはいかないという様相も呈してますけど、ぜひこれは対話による解決を、ね、求めるということに今は強く求めていきたいということです。中国の問題については言われたですね中国が、の一連の行動新しい大国主義覇権主義という強い批判をこの前の党大会で行いました。特に東シナ海での振る舞い南シナ海での振る舞い、等にもそれは現れていると。それから、核兵器廃絶に対するこれに反対するという態度にも現れている等々ですね、かなり具体的に指摘をして中国の今の動向の中に新しい大国主義覇権主義の誤りが生まれていると、でこの是正を強く求めるということを大会で表明を しました。でこの問題については当時鄭華大使が大会の直前に私に面談を求めてきて一定の長い会談を行いましたけども、鄭華大使に我が党の立場を伝え、そして本国にも伝えるようにということで、そういう対応を今中国との関係でやっております。で非常に中国の行っている一連の行動を強く憂慮しております。でまた批判もしております。日本の防衛努力は必要ですか？これは中国のそういうものに対してどういう対応していくかという考え方の基本が大事だと思っております。で私は中国がいわゆる軍事の覇権主義を強めると、軍事をも背景にした覇権主義を強めてくるというのに対して日本も軍拡で対応するということを やってきますと、これはもう悪循環になっていくと。でいかにですね、でこの中国のこういう動きを対話による話し合いのコントロールに置くかということが大事だと。で例えば南シナ海の問題について言いますとね、先日私ベトナムにも行って状況を詳しく話し合ってきましたけども、ASEAN では南シナ海行動宣言、これを DOC を締結し、それを COC に規範にしていくという努力の中で領土の現状変更を許さないっていう共通のルールをね規範化するっていう努力をやってますね。そういう努力をね北東アジアでもやっていく必要があるということを提唱しております。他に質問のある方。
時事通信でございます。ちょっと今の天皇制の話にちょっと戻りたいんですけれども、まあ、その憲法との条文との兼ね合いのことは分かったんですけれども、現実問題として平成天皇は、まあ、国事行為だけをやっていたのでは象徴にはならないという問題提起をして、まあ、やめられたと思うんですけれども、そうするとその公的行為の範囲を広げることによって、まあ、天皇は国民に寄り添うということで、もしそれで良いのであれば天皇によってはですね、まあ、改革付きのいい天皇であればいいけれども、そうではない意図的なことをする天皇が出てきた場合、それは歯止めにならなくなるという議論も別にあると思うんですけれども、それで良いのかどうか。じゃあ一方で国事行為に限定するのであれば、これは今度の天皇の対位に反対してきた安倍さんを支持する保守勢力と同じことになってしまうというジレンマもあると思うんですが、この辺の議論の整理は、まあ、なさっているのかなさるのか、この辺をちょっとお聞かせいただきたい。大変大事な論点だと思います。で、この私の文章では、天皇のこれ何ページかな、 10ページ目ですが、天皇のいわゆる公的行為についてはいろんな議論があるという中で、まあ、憲法から逸脱したね、例えば主権回復の日に天皇の同席を求めるというようなやり方はね、元より私たち反対でありますが、その他のさまざまな公的行為についても、憲法からの逸脱あるいは問題点がないかということをきちんと吟味することは必要だという対立表明はしております。これは1点。それからこれ一般論として申しますが、一般論として象徴とは何かということについては、私たちの立場を、このですね、このページで言いますと、17ページに私たちの国民統合の象徴とはどういう意味かということについての私たちの理解を17ページの冒頭のところにあります。日本国民統合の象徴とは、天皇が積極的能動的に国民を統合するということではありません。もしそのような権能を天皇に認めたら、政治的権能を有しないという天皇の憲法の制限条項と矛盾するという問題が生まれてくるでしょう。日本国民統合の象徴という憲法の規定は、さまざまな性、さまざまな思想、さまざまな民族など多様な人々によってまとまりを成している日本国民を天皇はあくまで受動的に象徴すると理解されるべきだと。これは私たち の, 象徴に対する憲法理解として、これ一般論として、これは一般論です、あくまで一般論でありますけども、述べてあります。で、この憲法の理解から女性女系天皇については認められるべきだという結論を導き出しました。はい、他にありませんか。今のはところで C さん、その女性女系を認めるということになりますけど、これ具体的に提言をしていくのか、あるいはそれは党の見解であるのか、この皇室憲法の改正というのが具体的な訴状に載せるという展望なんでしょうか。皇室憲法の改正については、私たち、改正が提起されたらこういう立場で対応するということを述べるにとどめてあります。皇室憲法というのはやはり戦後、戦前の皇室典範を、非常に、土台にしてね、で、新しい憲法に適合しない部分だけ、明らかに適合しないと認められる部分だけを除外して作ったものなんで、いろんな矛盾があります。で、その矛盾点全部をね、我々としてこういう改正をすべきだという提案をするということは考えておりません。そうじゃなくて、提起される問題についての皇室憲法の改正が提起された場合ですね、我々の考え方としては、憲法に適合するかと、この一点をもって吟味して対応を決めていくと。で、対位についてはこの立場で賛成したわけです。で、女性女系の問題も今問われてますから、私たちの対応を述べたということです。はい、まだ若干時間があるようですが、他に質問がある方いらっしゃれば。はい、文化放送の岡田紀子と申します。もし万が一衆参同一選挙というのがあった場合には、参院選では
一人区合意ということですけれども、衆参ということになりましたら、野党共闘という観点から見て、ご準備のほどはいかがでしょうか。これはね、私たち早期の解散総選挙もあり得るという共通の認識に野党間でも立っております。で、まあ、枝野代表とも党首会談でそういう共通の認識のもとに、与野党が競り合っている小選挙区を中心に一本化のための協議を始めようということで合意しております。ですからこれはね、まあ、我が党としての独自の候補擁立も今どんどん進めておりますけれども、これはね、早期の解散総選挙ありの可能性はまだあると考えておりまして、ですから野党としては準備は怠りなくやるということだと思います。で、まあ、そういう方向にぐっと触れた場合は解散という圧力が加わりますから、一挙にまとまるということになると思いますよ。またその時にはまとめるべく全力を挙げます。どうですか、今の現状で同日選挙の可能性というのはどうでしょう、どのくらいまであるというふうにご覧になりますか。それはもう私の可能性のパーセンテージを言うことは難しいですね。そういう立場じゃないですし、ただ、まあ、可能性という点ではこれなくなったというふうに見ておりません。はい、その他本人がおっしゃっておりませんから。それとも、あとですね、時間あれですけれども、もう一点伺いたいんですが、これまで野党共闘ということを十分にずっと主張されてきて、で希望提案を重視して選挙戦臨んでいくという話でしたけれども、その先ですね、安倍政権を倒すという目的だとしたら、その後どうするかということがやっぱりですね、問題になってくると。でその時に共産党として政権に入る用意があるのか、あるいはその時の条件、譲れない条件というのは何なのか、この部分をはっきりすべきじゃないかという声もあるようなんですが、これは C さんどういうふうにお考えでしょう。政権に参画する用意があります。でむしろそういう政権を作ろうじゃないかということをこの間ずっと呼びかけてまいりました。で国民連合政府というのはその最初の呼びかけでありまして、で今ではですね、この前の市民連合との政策合意13項目全体あります。でその中には、まあ、安保法制の廃止が一丁目一番地としてきちんと入っておりますが、先ほど言った憲法、消費税、原発、沖縄等々の国政の根幹部分でも共通の方向が合意されておりますし、暮らしのさまざまな切実な問題でも、一致点が広がっておりますから、この内容で十分政権は構成できると思っております。ですからこれで参議院でも多数を取り、衆議院でも多数を取るという状況を作って、そしてやはり野党が政権を担うということは、やはり私はこの政策合意の中身からしてもですね、可能だと思っておりまして、その時に私たちももちろんそういう政権に参画する用意はあります。ただ私に何度も申しておりますのは、閣内か閣外かってよく聞かれるんですが、それはあらかじめ私たちの方で閣内じゃなきゃダメとか閣外しかやらないとか、そんなことをあらかじめ言うつもりありませんと。でそれはやはりその状況に応じてベストの道をね、皆さんと相談して決めていくと。そこは将来いろんな選択肢があるということは前々から申しております。はい、そろそろ時間になりますが、どうしてもという方がいらっしゃれば、はい、それでは、野党に聞くシリーズ、共産党志位委員長にお話を伺いました。でここでご紹介ですが、この記者会見に先立って志位さんに記号をしていただきましたので、これ紹介いたしますので、はい、志位さんご説明をお願いします。いや暮らしに希望と先ほど言ったそのものズバリでありまして、やっぱり今度の選挙、暮らしを良くすると、で国民の皆さんが暮らしの不安をなくし、暮らしに希望を持てるような選挙にしていきたいということで、シンプルに書きました。はい、ということです。よろしくお願いします。ありがとうございました。日本記者クラブからの記念品であります。それでは、野党に聞く支持活動を、日本共産党委員長の記者会見、これで終了させていただきます。ありがとうございました。